ユ助けて、キユ助けて、キユ助けて、キユ助けて、ちょっとお化け屋敷始まってる、お化け屋敷始まってる。先行って。え、去年より怖い、去年より怖い予言や、これ。後ろ、後ろ、後ろ。え、ああ、いや、連れてきちゃったじゃん。いや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 、連れてきたのは炭治郎じゃない？え、これ早く行かないと食べられるよ、後ろから。食べられるの、うん、やばくない？え、なんか今年ずいぶんパワーアップしましたね。だそうです。だそうです。炭治郎やっぱり強いね、こういうのよね。え、今年ちょっとすごいセットが凝ってる。すごい、ほらすごいって言ってる。すごい、あ、チェンソーがある。病院だね。うわー、なんか動いてる。友達あれ？いや、あれは友達じゃないの。ほいほいほい、なんか喋ってる。なんか喋ってるぜ。ほい、ちょっと、ほい、え、ほい、どれだ。ほいほい言ってんの、どれだ。あ、ほいほい言ってる、これだ絶対。ほいほい、真ん中はどんな声なんだろう。あ、結構可愛い感じ。こっちは、ほいほいほい、あ、ほいほい言ってる、ほいほい言ってる。ほいほい、一番左は、うん、そうですね。今日はね、皆さん来ていただきましてありがとうございますね、本当に。血塗りでね、でっかい手のひらが、なんか窓、棚についてますけどもね、これは何の手なんでしょうかね。でかすぎるな、ほんと困っちゃうな。なんか、ジャパネット高田みたいな人が。あれ？消えてる。後ろにいた人は。ホイホイに気取られてるうちに、いなくなっちゃった。え、これ開いたりする？剣開けていいよ。あっ、仕切ってる人だ、このここの呪霊を。呪霊をパカってなりそう、頭がパカって。はい、はい、どうも皆さんこんばんは。ああ、喋った喋った。バカバカバカ人体模型の人体くんです。どうも。あ、パカは関係ないんだ。パカは関係ございません。パカ入らない。あ、はい、ちゃんと会話できるタイプの AI だ、これ。本日来ていただきましてありがとうございます。どうもありがとうございます。これ内臓見えてますかね。あ、見えてます、見えてます。見えてますかね。どこがどこの部位かとかわかりますか。ちょっと当ててみてください。はい、じゃあ、まずこの青いところが、うん、大腸。はい、でこの青いところの真ん中に入っているのが小腸。小腸はあの栄養とかを司ってね、あの吸収して、大腸は水分をね、そこで吸収して最後、老廃物として出すというところです。排泄物じゃないんですね。ああ、その排泄物としてね、あの、はい。おい、間違ってんじゃねえかよ。ああ、これ間違えたら怒られるやつなの。ゲンヤもやってみ。ああ、もじもじしてんじゃねえ。ああ、すいません。まず、上行結腸がありまして、横行結腸があって、下行結腸があって、S 状結腸があって、直腸っていう感じで排泄物は流れていくっていうぐらいでいいですか。ウィキペディア見てんだろ今。職業病です。どこが美味しいか研究。あ、ちょっとエリゴノミしてんじゃねえ。あ、怒られる前にしよう。あ、怒られる。ちょっと最後にあっち見たい。ああ、ほいほいほい。皆さん怒られましたね。え、ほい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 。ぼぼぼぼ、意外に怖いそうだからやめて。はい、そっちが怖い。え、あの、で、で、出口。あー、ちょっと待って待って待って、逆逆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 、逃げて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 。あー、なんかこっちも怖い。あ、で、どうしようどうしよう。絶対兄貴感染してる。火
染しちまった。感染しまったっていうタイプ。タイプなんだね。いや、もう弟ほら、そこら辺の薬の棚のほらいい感じのやつ。あ、その右から3番目ぐらいのやつ。多分聞く。あ、なんだ。わ、おかげで正常に戻った。よかったよかった。出ましょう。なんかここあんまりいるとちょっとホイホイに取りつかれそうになるから。あ、ほら聞こえる聞こえる。ほら、ホイホイ。バイバイホイホイ。あ、ちょっと見える。最後ちょっと見える。ホイ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 。いや、下も怖い。可愛いな、ホイホイ。最後終わりは行動ってところに集まるみたい。なんか炭治郎、なんかうちは振ってる緑のがいる。あ、さっきのゾンビだ。なんか始まるみたいだぞ。なんか始まるみたいだね。はい、どうもちょっと君、今、はい、どうもって言ったでしょう。え、言ってないです。もう一回、じゃあ、入りからやり直すか。ああ、いいっすね。行くで、お客さんもしっかり聞いといてくださいね、今の。はい、はい、行きますよ。はい、じゃあ、はい、どうもはい、どうも。はい、完全に言ってるね、君。今、はい、どうもって完全に言ったよね、君。ええー、じゃないのよ。ってないですね。自己紹介まだ早いのよ。あ、ここでは、はい、どうもって言ってからの赤座です、どうもですやろ。ちゃんと打ち合わせ通りにやってや、ということで。はい、どうもよろしくお願いします、赤座ですけれども。わあ、どうもどうもです。いやー、どうもさん、最近どうですか。我々も400年ぐらいですか、生きてますけれども。まあね、400年生きるともう昨日のことなんて覚えてないよね、もうね。本当ですよ、もう本当に。400年も生きてたらね、我々同期の子なんてね、もうみんな結婚していっちゃってるでしょ。だからどうまくん、なんかこう理想の結婚生活とかありますか。まあそうだね、従順でたまに美味しいお肉を作ってくれる、うん、お嫁さんがいいかな。お肉を作るってどういうことですか。お肉を焼くとかやったらわかるけど、お肉を作るってちょっとどういうことなんだと。 100g ぐらいくれる。俺が買ってきてドーマくんにプレゼントしたらいいの。うん、ドーマくん、これ今日スーパーで特売の牛肉サーロインステーキ 100g どうぞ。本当に君っていい子だね。ありがとう。汚い。今ちょっと一瞬キュンってしたけど。厳しい。キュンってしたけど食い方よ。厳しい。じゃあ厳しい。どこにキュンとしたんだ。何今の。ジュルディベールって言った。逆もんやの。逆に赤座どもは何を求めるのよ、相手に。いや、やっぱそれはね、安心感ですよ。一緒にいてね。うん、やっぱ、うん、結婚するわけですから、一緒に過ごすわけですよ。過ごすって言ったら過ごすええでしょ、ちょっと噛むことぐらいありますわいな、漫才なんだらね。僕がじゃあ、家でまず奥さんやるから、うん、じゃあ仕事疲れてきた、うん、夫やってよ。ああ、分かった、うん、ガチャ、ただいま。あ、おかえりなさい。今日もお仕事お疲れ様。ご飯にする、お風呂にする、それともあかざ、あ、寝るわ。違うの？うん、一人で寝るんだよ。一人じゃない、私と一緒に寝てくれないわけ。ちょっとお母さんみたいだったやだ。ちょっとお母さんバージョンも見てみたい。あ、わかりました。リクエストをお客さんからいただきましたから、じゃあやります。はい、僕がお母さんやりますから。はい、ガチャ。トン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 。あ、ただいま。あ、おかえりなさいよ、あんた。あ、どうしたの、あんた。ちょっとそれも、ドロンコだらけじゃないの、あんた。何歳、うん、何歳。応援行ってきた。何歳。あんた、20歳にもなって、ちょっとあんた、公園ってどうしようことよ、あんた。いい大人だった。滑り台楽しいんだもん。あれはね、もう子供用なのよ。あなたやったら、ほら、
もう膝のところもすり抜けちゃうじゃないですか。すり抜けちゃうから怖いよ、体が。むしろ突っかえるだろ。そんな泥だらけで言えながら、あれじゃダメよ、あんた。なんて解像度の高いお母さんなの。とじゃあ、あんた晩ご飯準備しとくから、あんたそのうちお風呂入っときや、あんたも。うん、わかった。もう泥ちゃんと全部落としてくんねんで。うん、あれ赤座のお母さんこんな感じだったね。そうかもしれない。お腹すいた。あ、もうあんたそればっかよね。もう口がもう口開いたと思ったらお腹すいたとか、ご飯お茶とか、また私稼ぐちゃうねんで。ヒステリックママ、うるさいな。もうこんな家は出てく。もうそんな言われたら私だってもう出ていきますわ。もうやってられへんわ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、もう何やってたんやってないのが好きだな。最後綺麗に両方真ん中来ていって、真ん中来ていってたって。これ即興ってマジ？いや、めっちゃ面白かったけど。ケンヤ、俺たちも負けてらんないな。え、俺は嫌だよ。じゃあ、お二人どうぞ、ステージ上がっていただいて。あー、ちょっと、尺が、今日時間が、もう尺が、時間がもう、時間がもう。どうぞ。本当にやんの、これ。